ウェルカムトゥー幕張プレイヤーズコンベンション千葉2023パイオニアオープンサポーテッドバイ楽天ブックス。さあ行きましょう。ここからは決勝ラウンドです。会場の方がもう閉館時間が来たので、幕張メッセ、隣接している会議室にて、和田壮太郎さんと石渡光一さんのフィーチャーマッチ準々決勝をお届けしていきましょう。両者の使用しているデッキ、黒と赤の2色ラクドスのミッドレンジ7勝0敗に分けの和田さん、対するはロータスコンボ出ましたね。スイレンの原野を使ったテクニカルな、これほんとね、こっから勝つのかみたいな動き見せてくれる達人系コンボの代表ですが、ロータスコンボで8勝1敗の石渡さん。石渡さんが、成績上になるので先行からゲーム開始。一旦目タップインの土地を置いたところで和田さんが手札を思考囲いで捨てさせます。めくれたカードがちょっとね、完全には把握はできなかったですけどまたね、何度も言いますけど見慣れない絵違いが多いんじゃっていう、ね、ちょっとリストを見ながら、僕はこの録画された映像をホテルの一室から、見させてもらっています。さあ和田さんは苦難の影、さらには墓地の侵入者とクリーチャー展開して、石渡さんを攻めていく。石渡さんは、土地を生贄に捧げて睡蓮の谷間からの演劇の舞台、睡蓮からね3マナ加えられるんですが、これを何度も3マナ加えてはアンタップしてを繰り返してマナを得てドローして、とにかく繋いでいくコンボデッキ。さあその睡蓮の、おお、これはコピーになったことを分かりやすくするためのあれですかね、演劇の舞台に重ねる用の、原野と同じテキストの、紙を用意してスリーブに入れることで分かりやすくていいですね。配信的にもあの土地あの時演劇の舞台のままなんかな、それともコピーになってるのかなっていう悩みがなくて非常に助かります。そう、分からなくなる、本人が分からなくなるってもね、まあ、そもそもあり得るので。さあここは砂時計の地震を、おお、これもビジュアル非常に分かりやすい。青マナ3つ出して砂時計の地震をサイクリング。このカードサイクリングされるとパーマネント1つアンタップすることができます。サイクリングなのでワンドローできる。浮いているのは青マナが1つ。この原野を使って青、緑、そして黒の呪文を唱えていって、さまざまなアクションを行っていくというのが、本当に、ね、勝ちパターンがねめちゃくちゃ増えたんですよね。
さあ、ここは土地を出してターン終了を宣言。プレイヤー同士の言葉のやり取りもね、映像から聞きながら喋ることができないので、両名がどういうやり取りをしているのかはちょっと完全にお伝えできないのが申し訳ないですけど、さあ和田さんがちょっと考えてからクリーチャーで攻撃いきますかね。正直なところ、石渡さんのデッキ、クリーチャー、唱えるためのクリーチャーってなんかほとんど入っていなくて。なので、和田さんが致命的な一押しみたいな、クリーチャーに対する除去呪文を引いていると、結構無駄カードになりやすい。そういう、噛み合い次第では苦しいゲームになりそうですが、今回は変わり谷とか、まあクリーチャー2体展開した上で変わり谷もいてという攻めるカードがしっかり来ているので、石渡さんのライフ残り8点ですからね、まあ、盤面見りゃ足りてるんですよね。苦難の影パワー上昇できますし、墓地の侵入者の能力で地震を追放すれば、その時の地震追放すれば1点ライフ吸って、これで残7で、さあブロックはなし、影をパンプ、サイズを上げる宣言。ここで大田原起動からの樹上の草食獣を捨てて、墓地の侵入者を手札に戻し、ここで苦難の影全力でいきますかね。全力でいくと足りている、これで勝負ありと。このゲームは、石渡さんがコンボを始動する前に和田さんが引いてきたクリーチャーの内容も良かったですね。攻めに向いている苦難の影と、そして墓地の侵入者、これで殴り切って1本取りました。石渡光一さんのロータスコンボ、まあ、演劇の舞台でロータスこと睡蓮の、原野コピーするという、まあ、この動きデッキならではの動きは見れましたが、コンボが始動するというところまでは至らず、その隙にといいますか、和田宗太郎さんのラクドスミッドレンジクリーチャー2体から高打点叩き続けて殴り切ると。和田さんの方は、まあ、当然のこと、ロータスコンボに対して役に立たないカード、何といえばやはりクリーチャー除去ですよね。そういうのの枚数を減らし、手札破壊コンボを妨害する要素を増量するという戦い方をサイド後は狙うわけで、そして石渡さんのロータスコンボ側はもちろん対戦相手がそうやってコンボ妨害要素を増やしてくるということは、
当然分かることなので、対策への対策、そういうものにガードを重点的に置いて意識してカードの入れ替えを行うと。和田さんのラクドスミッドレンジサイドボードでいうと、脅迫が1枚、メインに2枚取られているので、その枚数を増やす。そして真っ白、手札を2枚刺させる。まだこういうものの方が、そうですね、メインデッキに入っている絶望、将来とかどうなのかな、ライフが減らせる、確定で6点、ほぼ確定で6点ライフ失わせられる可能性があるから減らさなくていいのか、重くて除去のものがないカードだから抜くのか、ちょっと難しいですね。その辺は個人の好みとかもありそうですが、その辺のカードの、まあ、それとかパワーワードキルみたいなカードの枚数を減らして、よりコンボをダイレクトに妨害する。この決勝ラウンドからは、おそらく対戦相手のデッキリストも、サイド中は見れるんじゃないかな。でもあんまり見てる雰囲気はないですね。モダンオープンの時にはプレイヤーたちはそれを見ながらサイドボードをしている光景が見られましたが、石渡さんのロータスコンボ、クリーチャー唯一1枚だけバラルですね。インスタントソーサリーのコストを下げる、まあそれと戦場に出ることはありませんが、砂時計の地震、あとサイドに実は泥もか、ゲーム外からこれを首謀者の取得などでサーチしてきて出したりとかして、あなたのターン中に対戦相手呪文唱えられない、まあこれはそう関係ないか、打ち消しとかとは関係ないですもんね。ちょっといろいろ難しいですねとりあえず見たままを喋ろうというふうに決意いたしました。さあ、和田さんはまず思考学校を入れて手札チェック。からの税血の収穫者、2ターン目にクリーチャー出すことに成功。まあ手札破壊からのクロックダメージ減を出す。いつまでもねコンボを妨害してるだけじゃ本当に勝てないですから、しっかりと相手のライフを減らす要素は必要と。石渡さんの戦場は演劇の舞台は出ていい。ロータスの原野、レース入れの原野出して、また演劇の舞台コピーできる状況は作ってと。対して和田さんは鏡割りの軍話からの手札入れ替え、土地を2枚、土地と税血を捨てて、まあやっぱり手札破壊ですよね。そういうのを探しに来ましたが、ここは税血とゴブリンで殴って5点刻んで、目視力シェオルドレッドとかも、まあ、ライフを減らす効率はいいので、さあ この土地に手をかけてどうしたもんかと。ここは1マナ払って地トークンを生贄で土地捨ててワンドロー。
宝物とサンマだからシーボルトレッド。残ライフ12をこのクリーチャー陣の前、もう風前の灯火ですよね。対して石渡さんドローでライフが10点になり、ただ演劇の舞台と、はい、この3枚ドローの土地アンタップが強いんですよね。2つアンタップを演劇の舞台ロータスになった演劇の舞台とでこう回せば6マナ土地から出して5マナで土地2枚起こして6マナ得て1マナ増えると、おお、ここで出現の根本原理ですか。青黒緑とマナを用意しての砂時計の地震でのアンタップなんかをかませながら、この根本原理、ライブラリーから単色のカードを3枚持ってきて、そのうち1枚対戦相手が選んでそれがライブラリーに戻る、それ以外の呪文はマナを支払わずにその場で唱えられると。持ってくるのはまあ全地含まれることになると思いますが、とにかく重くて効果の高いインスタントソーサリーが、ビホールド・ザ・ビヨンドとかね、さあこの根本原理、ちょっとねライブラリーからキーカードを持ってくる、そのキーカードがハンドに来てたりしたらいろいろとねアドリブが問われますが、だいたいまああれば全地、手札からマナコストを支払わずに呪文を唱えられるようになる、まあ、マジックでも屈指のとんでも効果を持つエンチャント、さあ悩んでますねこのチョイス。相当手札にいろいろ来ちゃってるのか、イージーなルートではなさそうですね。どうも悩みに悩んで、ここまで8勝1敗で勝ち上がってきたロータスコンボですからね、相当使い込んでいらっしゃるとは思うんですけども、それでもここまで悩ましい、よっぽど手札に何でしょうね、重たいカードが、どうやってコンボに入るのかとかね、実際に人が回してるのでしか、人が回してみても理解できないですけど、ここは自分で回せる自信は全くないので。お、選んだのはビホールド・ザ・ビヨンド。ちょっとカードが重なって分かりにくいんですけども、ヒドゥンストリングス、あと緑、難しいカードリストを見ててもわからんですね。デッキリストを見てても、非常に情けない、この実況でも何でもないですけどね。
めちゃくちゃ悩んだってことは。あ、リーヤかあれ。いや違うか。でも墓地を確認。黒いね、ソーサリーはビフォールド・ザ・ビヨンド。手札をすべて捨てて、ライブラリーからカードを3枚探して、それらを自分の手札に加えて、ライブラリーをシャッフルするっていう。黒の7マナのソーサリー。まあ、これが根本原理から唱えられたら、0から7に。0から3枚に膨れ上がることになると、そうですね、あれ墓地のインスタントソーサリーにフラッシュバックつけるリーヤが、はい、出てビホールド・ザ・ビヨンド、手札すべて捨てて3枚カードをサーチ、かつフラッシュバック、墓地のインスタントソーサリーはみんなフラッシュバックを持っているという状況。塩田さんは青マナが一つ浮いています。持ってきたのは島を出して、で、ストリングスで水霊の原野2枚をアンタップからの、リーヤがいて3マナにコストが下がっている。おすげえ、大田原、伊藤をフラッシュバック、マナ増えるからの熟読ですか、3枚123と引いて土地が2枚起きて、手札1枚捨てるからの青マナがこれで5つ、砂時計、アンタップ、ドローしまくるから絶対にシェフルドレッドはどかさないとコンボに入れないってところがあって、大田原を持ってきて、こんな綺麗に、まあ、まだ決まってはないですけど、こんな綺麗に動き出せるもんなんですね。あの兆候は本当にすごく意味のあるドレを持ってきたら、和田さんがどう選ぶか、どう選ばれてもコンボに入れるという三択だったわけですね。バーラゲットで墓地のカード手札加えて、これ服用の接近か、いやもうこれ勝負決まったんですね。なんか見とれてるうちに、ポカーンと見てるうちに決まっちゃいました。もうこうです。でも今のはすごかったですね。根本原理から持ってくる3枚。前置とかがちょっとちゃんと見れなかったですけど、手札に来てとか、あるいは前置を持ってきてもしょうがないみたいな盤面だったんでしょうかね。あれだけ迷わせる要素になったのは、その手札が複雑な内容だったっていうのに加えて、シェオルドレッドがいて、砂時計の地震サイクリングとか、熟読の3枚ドローとかしてるとライフがゼロになってしまうから、どうしてもシェオルをどかして、コンボを始めなければいけない。大田原は絶対に打たなきゃいけないっていう中で、どうやったらそれを手札に加えてさらにコンボを指導できるだろうかという、そういう、いやすごいな、ちょっと
ジャンルは全く別物かもしれないですけどね。将棋とかの兆候みたいな感じで。いや、かっこよかったですね。ロータスコンボやり込んできてるな感があって、まあ、1本目はちょっとコンボ全くね動けずサクッとやられてしまった感じでしたけど、いざ動き出せばこんだけつながるコンボなんだなと。こればっかり本当に毎日のようにプレイしないと身につかないゲートだと思います。ちょっとプレイヤーカメラの調子がおかしいようでスタッフが宿泊しているのが見えますが、どうか生温かい目で見守っていただければと。ちょっとね、いろいろと今回も収録しながら配信スタッフともうなんだかんだ10年以上一緒にこういうことやってるんですけど、10年かな、我々もいろいろ見せ方とか考えないとねっていう。ここ3年ブランクがあったのでね、ちょっと感覚を取り戻したりしつつ、より良いものを作っていけるように頑張ろうと思います。現在、日曜日6月25日深夜2時でございます。さすがにちょっと晩飯を食べに行かないと、お店がもうね閉まってしまうので、ビッグマジックの場内撤収作業をしていたスタッフたち終わったところで合流して、今回のイベントはどうだったみたいなことはほとんど話さなかったですねここしばらくの近況報告とか昔の思い出とか喋りながらゲラゲラ笑って戻ってまいりました。いい栄養補給になりました。さあ和田さんは、なるほどね、あのサイドボードから墓地対策ですね。ルーンの崩壊石でしたっけ。土地じゃないパーマネントは墓地から戦場に出る、墓地からライブラリーから戦場に出ることができない、プレイヤーは墓地かライブラリーから呪文を唱えられないというアーティファクトを置いて、まあ、先ほどのリーヤーからのフラッシュバックルートとりあえずこれで封じると。石渡さんはトーチを置いてターンエンド、さあ和田さんも土地は十分、そろそろ攻めたいですね。かなり悩んでいますが、ここは墓地の侵入者から墓地追放スタート、さあ持ってきたのは森の戦術、演劇の舞台をサーチ、水霊の原野手札からプレイして、次のターン原野コピールートが作れるという、さあ侵入者で攻撃してダメージを刻み、
ここは5マナから絶望将来残っていましたね。ライフをまあ一気にこれで詰める。6点失わせて3枚ドロー。ここからコンボ対策をさらに引き込めればというところなんでしょうか。こういうカードのちょっと扱いも難しいですよね。僕なら打つタイミングなさそうみたいな理由で抜いてそうでしたけど、実際こうやってライフが6点確定で削られてるのを見ると、その1ターンが生死を分ける対コンボにおいてはフィニッシャーとして十分機能するのかななんて勉強になります。石渡さんは先ほどのターン森の戦術から持ってきた演劇の舞台。そしてルーンストーン、テキストをチェックしつつ、さあ和田さん、悩みに悩んでますね。せっかくこのね、決勝、準々決勝まで残ったんで、決勝ラウンド勝ち抜きたい。一応決勝ラウンドからは制限時間という50分という枠はなくなるんですけども、まあ、かといって時間は無限に使えるというわけではもちろんございませんので、じっくり考えた上で最終的にはトーナメントを円滑に進めるために決断していただいてという感じで、プレイヤーにはジャッジ等からご案内をさせていただいていると。特にさっきの本当ね、コンボに入るところなんかはものすごくもうそこで考えなきゃどこで考えるかっていうぐらいのところだったんで、じっくり考えてね、答えを出して競技マジックのこのね真髄を味わっていただけたらと思いますけども、まあ今はそんなことはねないですけど、過去にはイベントの決勝戦で一旦で2時間考えた人がいるとかいないとか、半ば都市伝説みたいな伝承がありますけども、その大会リアルタイムでいたぞっていう人とかいたら、ぜひお話をね聞いてみたいなというふうに思いますね。どういう空気だったんでしょうね。考えられるのはこの土地クリーチャー化させて攻撃するか、パーマネント出すか、土地をクリーチャー化して攻撃するならね、目玉の暴君もバグベアの居住地も2種類あるので、どっちで行くかとか、2回行動すると変身している状態、まあ、パワー4になっている墓地の侵入者も変身するとか、まあ、いろんなファクターが起こりうると。さあ、いよいよちょっと結論が出たのか首をかしげて、いやどっちも恨みあるよなと。あ、若干どこじゃないっすね、これ。リスクを背負ったプレーか安定を取るかみたいな、なんかまたお二人のこの所作とかがなんか絵になっていいですね。岩田さん、ちょっと冷房が寒かったんでしょうか、上着を羽織られて。
和田さんが考えてる間にちょっとお茶で一息ついて、ターンが帰ってきたら正直コンボがね動き出しても全然、先は本当にここでコンボ決まりましたから、和田さんこれターンを本当に返していいのかとか、どう追い詰めるのが正解なのかとかね。おお、絶望将来、さらにもう一発ライフを減らして、墓地を見ての、なるほどな、ライフを詰めれるからむしろサイドから増やすっていう形になるんですね。いや、このところも勉強になりますね。ほんと桜世帯クリーチャーとかプレーンズウォーカーおらんやんと思って僕抜いちゃいそうでしたけど、もっと中途半端な単体除去を、でもさっきリーヤもね出てきたから完全に単体除去抜くとやっぱそこも向こうの思うがツボだったりもするのかな。さあ思考囲い、自分に打って自分の墓地の侵入者を追放することで石渡さんのライフを一点削って侵入者、墓地の大ぐらいになってますね。今大ぐらいの攻撃でパワーが4入ってジャスト5点あって、おほほほほ、両名とも2ゲーム目3ゲーム目と長考からの決着に結びついていて、いや面白かったですね。なるほどな、このプレイをした時に自分に囲いを打って手札減らして、かなり確かにリスクのある行動でした。しかしそれがしっかり、いやこれは遂行完遂してお見事でしたね。残ライフを11点このターンで削り切って見事和田さんが勝利、準決勝へ駒を進めました。いやお見事でした、両名に拍手を送りたいなという見応えのあるマッチでした。それでは準決勝でまたお会いしましょう。